はい、どうも、大島兄弟です。よろしくお願いします。少し前に遊びに行く時のカバンの中身紹介をしたんですけど、今日の企画は、カバンの中身紹介、学校編でーす。結構たくさん、学校編もしてください、みたいなコメントをいただいてたので、今回やってみたいと思います。それでは、行ってみよう。まずね、カバンから紹介したいと思います。せーの、じゃじゃーん。僕は遊びに行くときあまり変わらないフクロウのリュックを使ってます。で、妹がスラッシャー。一応スラッシャーやったやつ。何一応って。これ中学校から使ってる。もう持ちいいな。バックナンバーの缶バッジ2つついてますね。ちょっと近寄りすぎかも。見せられへん。こうとかできる。びっくりしまるやつ。ちゃんとスラッシャーこう。びっくりしまる。そんななんか苦しいか。こういうのこうなんもん。苦しいな。死なへんから。苦しかった。外してやるわ。苦しくないように。そうですね。いろいろキーホルダーがついてますね。バックナンバーのキーホルダー、ウサギ、ギター。ギター。なるほど。これさ、電車とかでさ、ガンみたいなって、バーン、バラ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 ってないらへん。カバン置いた時にさ、こうなったらちょっと焦る。一人で。僕のカバンから行きたいと思います。ポケットから紹介したいと思います。便利やな、いっぱい入るし。でしょ？ハードディスクですね。この中にいっぱいデータが入ってるハードディスク。学校の休み時間とかに編集もあんましたことないけど、したいかなって思った時にないと、ちょっと複雑な気持ちになるんで、いつも入れてます。次、こっちのポケットは、本が入ってます。芥川龍之介のカッパと谷崎潤一郎の姿勢とカフカの変身という本を読んでて、一応僕文学部なので図書館で借りて読んでます。面白い。あんま読んでなくて。イヤホン歯磨きが左の羽には入ってます。大きい方の中身が編集にも使ってる Mac ですね。学校で使ってるファイル、高校生の時にもらった加藤ミリアさんのファイルですね。これは友達が僕のためにくれたカードキャプターさくらの新聞みたいな。あんま広まんでよかったな。よかったよ。うん。よかったよ。さ、教科書。高校生の時に友達からもらったサミストリートの下敷き。マックの充電器。これシャンプーとかいるね。そう。旅行用とか。そう。旅行用とかの洗顔フォームとか入ってるケースにうまいことマックの充電器入れて持ち歩いてます。でしょ？筆箱ですね。筆箱の中身を紹介してから結構これどこで売ってるのって、私も買いたいよっていう人が結構いたんですけど、文房具屋さんで買いました。昔の携帯です。今の携帯がこれで、昔の携帯がこれです。手鏡ちゃんと磨いてきました。この前来たな。スケジュール帳、ピカチュウとメタモン、落書き帳です。お母さんが最近くれた日焼け止め、もう夏が始まるんで、塗らないといけない。財布、これお母さんからもらったお下がりのお財布です。以上でした。とりあえず必要かなってちょっとでも思ったら全部入れちゃう。ビールは私のカバンの中身を紹介します、はい、まず手箱。前は妹赤やったんですけど、紹介したの後に壊れた。不吉だ。色まで一緒になりました。お母さん買ってきてくれたカラーペンです。授業中とかね、よくペン使うんで、気分も上がりますね。はい、はい、財布。持っていく時と持っていかない時があります。友達と遊ぶとか、どっか行くとか決まってる時は持っていくけど、あんまり持っていかへんな。教科書が重いから、使わんかな、みたいな感じで。さっき財布なんで持っていかへんのって言ったら、え、重い。でもほんまに全くお金を持ってないわけじゃない。小銭みたいな。だってさくらのブレザーとか畳んだりした時、チャリーンみたいな、えへんみたいになるもん。いや、レシートに包んでんねん、ほんまは。スケジュール帳。妹のスケジュール帳って日記なんですよ。終わった後に書くみたいな。そうなんです。これさくら中2からやってる、この日記みたいなスケジュール帳。日記みたいなスケジュール帳。使い方間違ってんねん。こんな感じで日記をしたためてたんですね。もしさ、落としてもうたりしてさ、もうさくらさくら恥ずかしすぎる。ファイル、あ、ちょっと待って。逆にこんだけ仕切られたらどこに何入れていいか。君が便利とか言って買ったんよ。ファイルです。愛用してます。はい。お土産、ディズニーランドのお土産。ちょっと思いきや、ババンバン、ふりかけでございます。しなしなになったふりかけがあんま好きじゃない。あ、わかる。それはわかる。それはわかる。かけてすぐ食べたい。お母さんもその方が楽やし。一番びっくりしたかもしれん。あ、もういいかもしれない。次、じゃあちっちゃい方。ティッシュ。すごい女子力。これは配ったはった。手鏡。そう、ピップ。いや、放課後どっか行くとかなった時にそう、写真撮るとか。くじ、
張。女子力上がっていく。上がってる。ちっちゃいポケットのなんかすごい女子力だけが詰まったみたいになっちゃった。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。